お前の目って青色だったんだ。あー、体全身がちょっとでかすぎてさ、あんまり遠く離れるのはやばいと思うけど、段差があるんだったら段差利用しよう。もうこうだろどうせ。あいえ、いやーこれは無理だわ、強い。もうやばいわそれは。あさあ、溶岩で熱々の殴り村。来た、殴り村。もうこんな早く拠点移せるんだな。酒飲んでる。おおおおお。あ、これで進めんだ。お前すげえからくりだな、それ。お前またバラバラにすんなよ。いいぞ。あ、何が引っかかってんのそれ。めっちゃ笑っとる。おお、お前すげえ。からくりだろこれ。万能すぎん。ワイルドハーツもびっくりのからくりっぷりなんだけど。料理道具存在に扱うなお前。あぶだ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 。ちゃんと移動できるようにしてんだな。あらまあ。そのまま。ええやんけ。さあ、あいつにとっては中華鍋が帽子なんだな。おお、こんな感じで移動すんだ。すげえな、なんかサーカス団みたいな感じの見た目。サーカス団ご一行みたいな。何やってんだ。ああ。ハンカチョーカー。お、あー、殴り村。村どこにある。なんですげえな、旅していく感じなんだな。いいね、なんか RPG っぽいわ。立派な角ね。あら、なんか見たことあんな、この子。おう、さあお疲れさん。我らのダンハンターやっと殴り村に着いたな。長旅はどうだったが、うん、そうか、そりゃいい、はは、なんて答えたんでしょうね。それじゃあ船だな。キャラバンの船作りと返していくか。さて、どっかに村を取り仕切る村長がいるはずだ。探して話をしよう。ん、やる気が出ねえ。うん。なんかいろんなことがどうでもいい。うん、ちょっとやばいな、そのやる気のなさ、なくなりようはやばいぞ。俺ら、ドリュー族か。このまま朽ち果てるのかな。まあいいか、それでもいいか。俺はこのまま寝ていたいんだ。ちょっとやばいな、この、こいつ。こいつちょっとかわいそうだわ。雑貨屋。みんなやる気がないんだけど。大丈夫これ。でも店はちゃんとやってくれてるんだな。なんでみんなやる気ないの、こんなに。どうしたの。それはさておき、見てけやほい。見てけやほい。お元気か。村長、なんてこった、もうダメだ。溶岩が止まっちまった。宝石も掘りに行けねえ。溶岩が止まってんのか。このままじゃ俺っちみんな干からびちまう。でもどうにもなんねえ。おい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 、俺っち、オグラ族は終わりだ。ここで朽ち果てるんだ。村長がそんなんだからみんなへこんでんじゃないの。あ、鉄かぶらが現れて出ました。さあ、鉄かぶら倒しに行くか、じゃあ。とりあえず、話しかけるだけ話しかけて。
娘よ、俺っちの可愛い娘よ、この娘をくれてくれたらね、考えてやらんこともないな。元気良さそうだな。油の危機、お父ちゃんもあんちゃんたちが一歩も動けなくなっちゃった。お父ちゃんの話聞いてくれたんでしょ、ありがとう。元気いっぱいだな。お前なんかミレーヌさんにそっくりだな。素材がゼロ、お仕事ストップ、みんなぐったり。お父ちゃんもあんちゃんたちも途端にこれなんだもの、もうだらしないったらここであったが100年目。お願いハンターさん力を貸して、エスカブラを追い返して、追い出して、お父ちゃんとあんちゃんたちを元通り元気にしたい。泣いてない。元気いっぱい。あ、じゃあまあ、鉄カブラ倒せってことだね。ハンターさん探してみましたよ。殴り村の皆さんのぐったり解消クエスト。ぐったり解消クエスト。鉄カブラの資料。来ました。これかな？鉄カブラ。危機、鉄カブラを枯れ。これやります。で、武器に関しては1段階強化しました。モンスターの体液2つ取ってきて、なんとか強化しました。ここ？ここか。いきます！映像が来ました。あ。私は映ったまんま。なるほど。そしてここは何なんだ、ここは落ちろってこと？急に帰ってこれないだろ。これ飛び降りさせる開幕で。なるほどな。なんかこれ私見たことあんな。こんなマップダブルクロスかなんかになかった？とりあえずどこにいるかわかんないんで適当に。虫やみ使えそう。ダメだ。マジで。っていません。あ、済むでしょ、これで。使え。出せるといいですね、小型も。俺の音も。わはは、うん、あった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 。こういうのあった。こんなんあった。ちょっと持ち帰れないっす。タヌキではあります。これで壊れたけども、なんか突っ込んできそう。突っ込んできそう。全然突っ込んでこない。あー、来た、来た、来た！吹っ飛ばされるのが嫌だよな、これ。あれもう、あ、ちょ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 。もう取れないか。あと一個ちょうだい。あ、なんで？このタイミングで？鹿でした。あー、なんだ。ものすごい匂いしそうだな、ここは。お前の顔、すごい顔してんな。あー、ジャギーが。あー、激しい。こいつは激しいな。久しぶりカエルくん、鉄カブラくん、お前の目って青色だったんだ。あー、うわ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 、あー、ドエレーモンスターだな。あはは、急に。さあ行きましょう。なんか攻撃食らったんですけど、なんだ今の。およっ、見えない。あー、そこ採掘して。なんかそんなんあったね、そういえば。なんかそんなんあったね、そういえば。ちょっと見えないんですけど。うーん、見えないんですけど。どっちを向いてるんですかね、それは。わあ、そんなんありましたね。急にじゃん。怖っ。結構隙でかいんだけどな。体全身がちょっとでかすぎてさ、あんまり遠く離れるのはやばいと思うけど。
近い分には全然問題ないよねこれ。いやー脳汁ぶっしゃ止まってる。なんで段差があるんだったら段差利用しよう。もうこうだろどうせ。あいえええあー痛い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 。暴れとる暴れとる。色が変わった時に押せばいいんだよなこれ。イエーこれ大丈夫かな。もういけ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 。よし最後最高だぜ最高だぜ。なんでいやーこれは無理だわ強いもうやばいわそれは。あー待ってこの後が怖い。この後が怖いんだこの後が怖いやつ。へえ。あ死んだかもしれないそんな連続攻撃してくんのかよ。防具新しいの作るか。あ体力ゼロになりました。キャンプに戻されてしまったな。これが3回も続くやいやいや否や。このハンターは力不足と判断され残念ながらの強制期間となってしまう。悲しい。こんなんもう一度聞きたくないよ。ねえじいさん何取っておきって。携帯食料かよ。いらねえよ。なんなんこのクソじじい、ほんとに。さあ、まあ防御力低いからしゃあないよね、もう。まあ多分今回ぐらいからやばいだろうなと思ってたけど、こんな攻撃力一気に高くなると思わなかったよ。まあ、全部の攻撃を避ければなんとかなるだろうという甘い考えはダメでしたね。さあ、いっそのこと鉄かぶら装備作ろうっていうね、もう。鉄かぶらに挑むんだったら鉄かぶらの防具が必要です。ワールドのね、あのアイスボーンの時のミラボレアスみたいなこと言ってるよね、もう。ミラボレアスに挑むんだったらミラボレアスの防具が一番適してるっていう。ああ、移動か？はい。ああ、移動っぽいな。移動だな。登れるよね。ここか。大工だ。なるべく被弾したくないけど、なんかすげえ連続攻撃あったよな。意外と体でかいしな。なんか壊れたっぽくない？それ避けれないんだよな、マジで。いやー、見えない見えない。ここ壁でしょ、ここ。怖すぎ。この後にさ、すげえ連続攻撃してくるよな。何のために作ったんだ、その岩。砕いている。何してんだろう。はあ怖すぎ。なもう腕が引っかかってる。ちょっと待ってちょっと待って逃げれるとこがね。うん盾強化したいのにもう。よいしょ。ええだいええー、で。いやー、俊敏なね、動き。またそれ？おー、なんで？弾かれたんだけど！やばいかもしれない。だが、もうこの隙のタイミング全然わかんねえ。まったくよー。ああ意外と連続攻撃してくるよな、こいつ。こっちが攻撃するとなんか、割と。あ、怖い。よし、いいぞ。おら、いたー！サブターゲット達成じゃー！な、破壊だったのかな、牙の。なんかすごい今、火球が飛んでこなかった？気のせいかな。何それ。あーぴょーん。前世変える。前世の頃の記憶が弾かれとんな。ちょっと飛びたいわ。あーなんだ弱ってんじゃないこれ。弱ってますねこれは。おそらく弱っていらっしゃる。
寝るの早すぎん？ちょっと採掘するからそこでおとなしくしとけや。許さないんや。やったマカライト鉱石来た。強化して。あぶあぶあぶ。ここはもうお見舞いしてやらんとな。ああ勝っちゃった。そこで当てるつもりは全くなかった。あーん。それはもうしょうがない。もうそれマジでわかんねえんだけど。早すぎんだろ攻撃。怖っ。あーやばいかも。大丈夫か。向こう見た。よかった。グレートも10個ちゃんと持ってきたんだけどな、今回。よいしょ。さあ、お、しびれはな、しびれは設置してんだけど、ごめん、それどころじゃない。イエーイ。しびれ罠なんかなかったんや。ありがとうございます。鉄川さん、ありがとうございます。武器のおかげで助かってるわ。あ、これで武器強化できるから、がっつり強化しましょう。こいつのこのね、ドスコイの攻撃だけは、ちょっと避けるの難しかったっていうか、ほとんど当たってたんだけど、あの攻撃さえなんとかなれば、この防具でも全然いけんじゃねえ、もう。防具の生産とかいらんやろ、もう。最終プラス1がつけばいいな、全然取れん。よし。いやー、喜んでんな。あ、お前パシリじゃないわ。パシリちゃんどこ？あ、いた。あ。あ、素材なんて知らねえ。なんだこれ。ショベルのように巨大な顎。牙って書いてあるけど、顎、あ、そうか。牙イコール顎か。牙なんだか顎なんだかよくわかんないよ。そしてこれマカライト鉱石では？やったぜ。お土産までちゃんと用意してくれていたわ。15分かかったね。あ、ギャラリーも追加だ。探索に鉄カブラ。やったぜ。ボックスどこだっけ？ここだっけ？マイハウス。この見た目で内装広すぎん？はい、強化できます。これです。攻撃力が36ぐらい上がって、切れ味の緑が結構長くなってるんで、これはもうぜひとも強化で。わあはは、急に分岐してる。しかもここでもう属性ついてんなんな。いいね押しよ。いいね押してなかった。ドラグライト鉱石。攻撃力は高いけどな。ジャギーは追加で倒さんと。わあ、防御10か。いや、これだけで防御50になるの強えな。いや、マカライト鉱石。何のスキルがつくんだ？これ体力つくな。ジャギーは？研ぎ師と気絶？つくんかな、これ。まあ、言うてジャギーかな。ジャギーだったらコスパいいっしょ。腕は出てんな。ジャギー倒すか。ああ、もしかしてあんたが鉄カブラを追っ払ってくれたのがいい？俺っちモグラ族でよければ、船でも何でも協力させてくれ。他でもね、あんたたちの頼みだとは。顔がすごいな、お前。なんか、ヒゲなのか顎なのかわかんないな、これ。学園ハンサムみたいな顎かなと思ったけど。無事で何より、さすが我らのダンハンター。鉄カブラを追い出してくれたんだってな、そうです。頑張りましたよ。火山から溶岩を引いて物作りをしているんだが、最近どういうわけか、火山からの溶岩が止まっちまってな。そういえば水流れてるもんな。鉄カブラが出たおかげで素材の調達までバーッと来たもんで、みんなすっかり弱っちまって。それよりあんたら船を作りたいんだって話した通り、今溶岩がねえからでけえもんが作れねえ。俺っちが原因を探ってるから、ようちいと待ってくんねえがいい。ところで団長さん、よう船を作ってどこに行くんだい？よくぞ聞いてくれた。聞くなそんなことは。話が長くなるだろ。ああ、これを探してるとは。ああ、なんだか昔ヒージーちゃんから聞いた不思議なもののことを思い出すぜ。ん？それは興味深い話だな。ヒージーちゃんがまだ若かった頃な、この村に伝説の職人と呼ばれる友人さんが来たことがあるらしいんだ。俺知ってるぞそいつ。その職人さんがキラキラ光る不思議なものを持っていたんだとさ。いいね。なんか村から村へ旅してる感じすげえ好きだわ。やっぱりこういう RPG 要素はね、なんか仮ゲーに合ってるわ。
さあ、オラオラ、あんたよく来たな。あんたのおかげでこの通り仕事も気合も復活よ。ここは武具研磨工房。あ、研磨か。あ、なんか取ったぞ、探索で。発掘装備か。さあ、囲いの娘。ミネーレさんだ、ミネーレさんだぞ、お前ら。間違えるなよ。さあ、ハンターさん、ありがとう、本当にありがとう、ギューって。へへへへへへへ。得してるわ、私。これは役得です。これがハンターの仕事です。さあ、水耕源氏といって、装飾品を作るのに必要。ハンターさん、装飾品は私に任せて、丸ごと全部、派手にデコってあげる。デコってくれるのか。ありがとう。ゲリオスの狩猟を頼みたいんすか。私のせいで文章見えないけどごめんね。お嬢、いいクエストを頼むぞ。まあ、ゲリオスを倒してこいってことなんでね。倒してきますかね。